マカダミアの実とナッツマカダミアの花マカダミアとは、山もがしかの常緑樹である。直径2センチメートルほどのカはマカダミアナッツと呼ばれ、食用となる。マカデミアと呼ばれることもある。原産地はオーストラリア。近年、主生産地のハワイ及び英語での一般的な発音は、マカデミアに近い。マカデミアという名称は、 これを命名したドイツ出身のオーストラリア植物学者が友人のスコットランド出身のオーストラリア人科学者の名前を学名にしたものである。歯ごたえはもろめでややしっとりとしており味は淡白。パーム油と食塩で味付けしたりチョコレートで包んだり砕いてクッキーやケーキの材料の一部とする。またマカダミアナッツを圧搾して取った油は 食材として使われるほか、アロマセラピーで希釈油や、マッサージオイルとしても用いられている。100g 中の脂質は 76.8g だが、コレステロールを含まず、オレイン酸や、パルミトレイン酸などの不飽和脂肪酸が83%を占める。外有脂質率が高いため、主生産地のハワイ州では砕いた、マカダミアナッツを非常用の照明に使う場合も、稀にある。 原産はオーストラリアのクイーンズランド州。先住民族アブリジニの間ではブッシュタッカーとして好んで食されていた。1858年には最初の農園が作られ、1892年にハワイ王国に持ち込まれて同地での商業栽培の歴史が始まった。原種は甘みや死亡分に乏しかったので1921年にハワイ大学で 商業生産を目指した品種改良の研究が始まり20年に及ぶ努力の果てに商品化が成功した。また、この間にハワイ州政府がマカダミアナッツの応援に免税の措置などを講じた結果1950年代末までに作付け面積でパイナップル、コーヒー、砂糖キビなどを抜いて1位となりハワイの代表的な農産品としての基盤が 確立された。オーストラリア大陸原産の植物は栽培化が進んでおらず、マカダミアナッツは栽培植物となったほとんど唯一のものである。蒸気と同時期には日系アメリカ人の守る滝谷がマカダミアナッツとチョコレートの相性が良いことに注目し、ナッツをチョコレートで包んだものを製品化してみると爆発的な人気を呼んだ。 これが2014年現在もマカダミアナッツ製品で最も消費量が多いハワイアンホースと社製のチョコレートである。マカダミアナッツの生産量は世界でおよそ2万トンである。そのほとんどはオーストラリア産とハワイ産が占めており、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などに大農園がある。 ハワイの代表的な特産品の一つとして1970年代以降は不動の地位を保っており缶や瓶詰めにされた塩味のナッツやナッツをチョコレートで包んだマカダミアナッツチョコレートは土産物として人気が高い NDL フニックフードコンポジションデータベースホームページハットナッツの歴史 P125 件アルバーラチョ田口み和や 原書房2016年8月27日第1冊、ウィキペディア英語版の記述による。米国で広く用いられる、メリアム・ウェブスター、S ・カリジェット・ディクショナリー、11スエディションなどにある、マカダム補装法を発明したことで知られている、スコットランド人技術者であるジョン・ラウドン・マカダムから、名付けられているという説は誤り。 ナッツの歴史 P126 件アルバーラチョタグチ、見和く原書簿2016年8月27日、第1冊、世界の食用植物文化図鑑、P245 バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアント著山本則りを寛役ヒーラギ風車2010年1月20日、第1冊、ナッツの歴史 P127 件アルバーラチョタグチ、 三和役現書簿2016年8月27日第1冊ありがとうございます。